こんにちは。歯科医院地域一番実践会地域一番ディレクターの山内智也と申します。今日は MR から経営コンサルタントへの転職というテーマでお話をさせていただきたいなというふうに思います。というのもですね、私自身が MR として8年間ぐらいですね、働いてました。で、そこからですね、今の会社、経営コンサルタントとして転職して働いてます。その時の、転職する時の思いだったり、考えだったり、あとは実際働いてみてどうだったかっていうところですね、お話ししていきたいなというふうに思います。はい、私なんですけども、大学卒業後、新卒で製薬会社に入社いたしました。で、大手食品会社系列のですね、製薬品会社でしたね。で、20代中盤に、東京都内のですね、私立の大学病院を担当させてもらって、20代後半にですね、東京都のですね、国立大学を担当させていただきました。で、MR としてのキャリアはそこそこだったんじゃないかなと、キャリアステップとしてはそこそこだったんじゃないかなというふうに思います。で、その後8年間ぐらい勤めてからですね、今の会社ですね、32歳でですね、歯科専門の経営コンサルタントに、なりました。で、今考えてですね、ちょっと振り返ってみたわけですよ。これを作るときにですね、MR どんなだったろうと。で、今考えてもね、非常に職種だったなというふうに思います。っていうのはですね、この高収入で、福利厚生も充実してて、裁量権もあって、社会的な貢献もできてて、非常にいい職種だったなというふうに思います。高収入に関して言えばですね、こちらなんですが、厚生労働省の職業情報提供サイトというところから引用しています。で、ここの MR の平均年収のところですね、これが約550万ということですね。で、今の日本の一般的な平均年収がですね、400万円ぐらいだったと思うんですよ。それから考えてみるとですね、150万ぐらい高いということですね。非常に優遇されているなっていうふうに思いますし、肌感覚的なところではあるんですけども、これよりもうちょっと高いんじゃないかなっていう感じもします。そういうところを考えるとですね、非常に優遇されているなというところですね。あとはですね、福利厚生、いろんな福利厚生ありました。充実してたなというところあったんですけども、とりわけで3つですね、ここ大きかったなというふうに思います。家賃補助というですね、転勤族っていうところもあるんですけども、家賃補助でね、家賃の 50%、70%、そういったところもね、出る会社さんあると思うんですけども、そういったところが、ね、充実してたなというところと、あとは営業手当、ほぼほぼ毎日出てたんじゃないかなと思います。営業手当、そういうところを考えるとですね、給与面にない手当のところ、そういったところもあったというところですね。ただですね、このコロナ禍になって、この営業手当が減ってる、減らされてるっていう話は聞いてるので、今はちょっと若干様子が変わってるのかなという感じはしますけども、それとはですね、自家用車の借り上げ制度、これある会社さんとない会社さんに分けられると思うんですけども、私はある会社だったんですけども、会社の規定内だったら自分の好みの車を買えれるっていう、その補助が出るっていうね、すごくね、いい制度だったなという感じですね。このようにですね、福利厚生もですね、充実してたなという記憶があります。はい、あとは裁量権ですね。MR、言ってしまえば営業職じゃないですか。どの営業職にも言えることだと思うんですけども、成果が出てるんだったらどのような働きをしたっていいというか、任せられてるっていうところはあると思うんですよね。ゴールデンタイムっていう忙しい時間帯もあったと思うんですけども、そうじゃない時間帯もあったと思うんですよ。で、そうじゃない時間帯に関しては、ちょっと車で休んだりっていうこともね、できたりできなかったりというとね、もちろんね、最初から最後まで頑張っていらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどね、そういったね、抑揚のある働き方がね、できたりしたなという記憶があります。はい。それと、社会的な貢献ですね。オーファンドラッグとか、オンコロジーとか、そういったね、何ですかね、価値あるお薬、そういったものもいっぱいあると思いますし、上記を担当するだけじゃなくてですね、それ以外の領域でもですね、医療従事者全体をサポートするっていうところはね、どの MR も変わらないと思うんですよ。そういう意味ではね、非常に社会に貢献できる素晴らしい仕事だなというふうに思います。そういうことをね、考えるとね、改めて MR っていい仕事だなと振り返ってみると思いました。で、
その時どんな気持ちだったかなって、こんないい仕事だったのになんで転職したのかな、転職しようと思ったのかなというふうに思い返してみると、もう漠然とした不安だったんですよ。このまま40歳50歳になって、でもし会社がなくなった時自分は何ができるのか、そんな不安がですね悶々としてたわけですよ。このままでいいのかと、大丈夫なのか、そういった不安があったわけですよね。で、もっと成長したいなというふうに思ったわけですよ。で周り見ると転職するものもですねちらほら出てきたわけですよね。で転職するときでもですね、だいたい MR から MR への転職が非常に多かったわけですね。やっぱさっきのね、条件、考えるとですね、なかなかね、他のね、職種に移るっていうのもね、難しかったりするわけですからね。まあ私もね MR から MR っていう転職も考えたわけですよ。考えたんですけども、でもそれだと自分自身の成長する姿っていうのがねイメージがつかなかったんですね。イメージがわからなかった。じゃあどうしようかな、どうしようかなと、こういろいろですね、迷ってたわけですよ。でその時ですね、まあうちの会社のですね社員が書いてるブログ、それに出会うわけですよ。まあ MBA とかを取りに行きながらですね、働けるとか、そういう自由度があるとか、あとはですねクライアントからとても感謝されるとか、すごくやりがいがあるとか、なんかすごいなんかこう魅力的だなというブログに出会ったわけですよ。でその話をたまたま仲のいい先輩にしたんですよ。そしたらたまたま仲のいい先輩の知人が勤めてたんですよ。もう奇跡ですよね。でじゃあちょっとその先輩の知人にお話聞けないかっていうことで、ね、話を聞いたんですよ。そしたら衝撃受けたわけですよ。まあ、どんな衝撃だったか。まずですね、売上目標がないっていうね。ノルマがないっていうことですよ。じゃあなんで評価するのか。クライアントの成果で評価すると。クライアントの成果は自分の評価になりますよと。これも衝撃でしたね。クライアントでの頑張りが自分の評価になるんだ。じゃあクライアントと一緒に頑張ることができるんだというふうに思ったわけですね。それとマーケティング、マネジメント、もうそういう経営に関すること何でもできるようになりますよと。まあ大きい会社さんのコンサルタントというわけじゃ、コンサルティングをするというわけじゃなくてですね、まあ、小さい、まあ、組織、まあ、10人30人40人、まあ、そんぐらいの組織のコンサルティングをするわけなんでね、何でもこう扱うわけですよ。何でも扱うんで何でもできるようになるということですね。それとですね、まあ、クライアントからのですね、感謝がすごいんですよと、それがやりがいになるんですよということですね。しかも給与もいいというね、なんかすごいいいことずくめだなということですね。まあそういう話を聞いてすごく興味を持ったわけですよ。興味を持ったんですけども迷いましたね。迷いました。だって MR いい仕事ですから、これですよ、これなんでね、いい仕事なんでね、まあいろいろ迷ったんですけども、やっぱり漠然とした不安がですね消えないわけですよ。まあ、このまま働き続けて20年後どうなるんだろうかと、このまま働き続けて自分は成長できるんだろうかと、そう思ったらちょっといても立ってもいられなくなったわけですよ。もう転職しようということで、転職をしましたと。未経験から始めたわけですよ。右も左も分かんない状況で本当に学ぶことが多くて、寝る間も惜しんで、学び働いたという記憶がありますね。でもですね、1年目2年目はやっぱり給料下がるわけですよ。そうですよね、そりゃそうですよね。1からスタートしてるわけですからね。で3年目くらいからですね、まあ、前職と同等ぐらいになったかなという感じでしたね。で4年目5年目から逆転してきたという感じです。で、まあ、給与面の、ある程度のこう安定というか、もう不安はなくなったわけなんですけども、まあ、一番の目的だった成長というところですね。そこに関して言うと、もうできる仕事はめちゃくちゃ増えましたということですね。例えばですね、ホームページ、ホームページ周りは本当に知識、できることめちゃくちゃ増えましたね。で、ホームページの成果の出し方っていうのもね、そのノウハウっていうのもね、本当に学ぶことができましたね。で、あとはですね、まあ、PPC 広告っていう、まあ、広告関係の運用とか、
そういったものもですね、そのノウハウもですね、学ぶことができましたね。で、採用に関するノウハウ、人事評価制度に関するノウハウ、まあ、今まで MR としてはね、評価される側でしたけども、今はですね、その評価を一緒に作る側ですからね、そういったね、ノウハウを構築することができましたね。あとは組織づくりに関するノウハウ、まあクライアントさんでですね、毎回のようにですね、ミーティングとかセミナーとか、そういうのも一緒にさせていただくんですけどね、そういったことですね、組織づくりに関するノウハウもね、どん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 貯蓄されていくようになりましたね。あとは経営に関する知識、財務諸表とかですね、そういったものを見ながらですね、お話しさせていただきますからね、そういったものがですね、どんどん身についていくわけですよ。はい。なのでですね、もうできる仕事がですね、めちゃくちゃ増えました。で、今ですね、うちの会社業績、非常にいいんですけども、万が一ですね、うちの会社がなくなったとしてもですね、今の自分だったら他の会社さんでも通用するんじゃないかなっていう自信はつきましたね。そういう意味では成長できてるんじゃないかなというところは非常に感じてる、実感してる部分ではあります。まあ、それとですね、まあ、うちの会社はですね、もう歯科専門でコンサルティング始めて20年近くなるんですけども、そのノウハウがですね、こういろいろもう溜まってるわけですよ。なので、そのノウハウを扱うことでですね、クライアントさんにもしっかり成果が出るわけですよね。まあ、私自身がですね、伺っているクライアントさんの一部の事例ですけども、例えばですね、コンサルティング始めて2年でですね、平均月間異業収入が 2.4 倍にアップするとか、6ヶ月で平均月間異業収入が 1.4 倍にアップするとかで、1年で年間異業収入が前年比よりもですね、3000万アップするとか、2年で年間異業収入が前年比5000万アップするとか、まあ、そういった成果につながっていくわけですよね。これだけ成果出るとですね、めちゃくちゃ感謝されるわけですよ。めちゃくちゃ感謝される。こんなに感謝される仕事はあるのっていうぐらい感謝されるわけですよ。まあ、前職では感謝されるっていうこともたまにあったんですけど、どちらかというとお願いするっていうことがね、非常に多かったわけなんですけども、今はですね、もうすごく感謝をされるっていう感じですね。なのでですね、自分のそれがモチベーションにつながってたりしますね。やりがいのある仕事だなと、もう常々感じてます。で、私自身もう未経験から始めてるわけなんですけども、未経験から始める方、弊社も非常に多いわけですよ。でも安心してください。しっかりとしたサポート体制があります。まあ、例えばですね、約6ヶ月間の新人カリキュラムだったり、あとは膨大な量と良質なコンサルティングマニュアルだったりとか、あとはチームフォロー体制だったりとか、育成プロジェクトっていうね、ものがありまして、そのメンバーによるね、教育サポート体制だったりとか、あとですね、外部セミナーへの参加支援とかね、私自身も毎年ね、他のセミナー、外部セミナーに参加して自分の成長に役立てているわけなんですけども、そういったことのサポート体制だったりとか、こういう形ですね、教育サポート体制が充実しているわけですよ。なので、未経験からでもきちっと一人前になれますよというところですね。MR 出身の方ですね、今日の話聞いてですね、興味持ったよという方がいらっしゃったらですね、ぜひ、弊社のお問い合わせください。で、あとはですね、YouTube 見て、ちょっと山の内の話聞きたいという方がいらっしゃったらですね、お問い合わせください。ちょっとね、時間の合間を見てですけどもね、お話できるようであれば直接話し、させていただけたらなというふうに思ってますんでね、ぜひぜひお問い合わせくださいというところです。はい、というところで、私の話は以上になります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。